ちは。こんにちは。甲子園欅散歩道、はい、マギログ動画、はい、今日も甲子園欅散歩道をお散歩したいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。マギ、今日はどこについてくれますか。はい、今日は楽しいですよ、はい、私の大好きなお店、楽しみにしてていいですね、はい、こちら笹部さんです。おお、見てください笹部さん、すごいな、なんか雑然とした店内。そう何でもありますよ。雑然と様々な商品が置かれていますね、はい、はい、すごいな。すごいでしょ。ここはあれですか、プロ用の。プロもあるけど、でも私みたいな普通の主婦でも、お邪魔します。こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい、あ、食器もいっぱいありますよ。こんにちは。こんにちは。どうも。いらっしゃいませ。あ、調理器具すごいと思います、大きいな、すごいな、ものすごい大きなやかんとか、このしゃもじは、お鍋とか、すごいな、このしゃもじ、すごい、これなんかお祭り用とかじゃないですか、ご飯、だから明和病院とか、施設、観光とか、あんなとこに行くんですよ。ちゃんと宮島じゃないですかね。ねー、すごい。このお店のこだわり、日本製ですよ。日本製にこだわってます。あ、じゃあここに置いてるほとんどの商品が大体が日本製が多いですね。そうですか、はい、やっぱ日本製っていうのはいいんですかね、調理器具。全然ね、やっぱり作られてる、そうですね、刃物なんかも特にね、うん、違いますよね。こういったやかんとかね、うん、お鍋とか、うん、こういった鉄の製品、はい、もう日本製っていいんですか。まあ、一応は日本製がいいんですね、うん、やっぱり今まで売っていた中では、まあ、安心して売れますね、マギ。ということはこの界隈の多くの飲食店さんはこちらで皆さん、はい、それ使ってる、あの病院の方とかも ね、そう知ってる人はあるし、まあ、高いって言われる方はスーパーで ね買うけどね、うん、ところがスーパーで買われた人が8リッターの夜間、もう1ヶ月ほどしか使ってへんの間に、あの8リッターの大きなやかんね、映画撮れたんですよ、癒し大やけど言うて、ほいで笹部さんで買え言うのに若い子がスーパーへ買いに行って、これ来年に会うてますねってそんな話が、私も買いました8リットルの、あの夜間の前になんかこのたぬきの置物、たぬきね、たぬきの置物も置いてるんですよ。大きいな、これ本当だいぶ大きいですよ、うん、マギ、この笹部さんの商品の中で、はいはいはい、一押し商品って何かありますか。キッチンマサミですよね。キッチンマサミ、なんかええのあります今、はい、はい、お母さんが後ろから出してくれようとしてます。日本製のこんなハサミが、キッチンマサミ、このやっぱ日本製のハサミ、もう見るからに切れそうですね。もうジョキって言います、ジョキって。お値段は2割引いて2333円です。ちょっとええ値段しますね。いやでもね、本当にここに来るまで私100均のものしか使ったことなかったんですけど、一度使うとね、やっぱ違いますね、やっぱり買わないと、多分一生あると思います。他何かあります、おすすめ。あれキャンプの水筒ですよね。ここの西宮市はコップに移して飲まないかんです、そういうのは水筒は今ないんです。僕ら子供の時に普通に売ってたやつは、今ない、もう今こう直飲みなんで、ほんと保温保冷やったら熱いね、お湯を入れると冷めないんですよ、で、やけどするからってプラスチックのって言われるんですけど、それがまた売ってない。ここは日本製のね、やっぱ子供に使うもんだからやっぱり日本製がいいじゃないですか、なんかその昔からあるようなねその金物屋さんとか、こういったその調理器具屋さんで売ってたもんがだんだんなくなってきてるんやね。まあ、そういう意味ではそのいろんな各地から笹部さんのところに聞けばあるかもしらんって、そうです、問い合わせも入ってくるわけですか。この前は、あの角の蒸し鍋、こんな大きな、あ、大きいやつね、大きい蒸し鍋、それがないかいってね、岐阜の方やったかなとかありましたよ。それで、そういった商品も2割引いて、もう大概2割引いたけど、なかなかね、あのプロ用のやつって割引してくれるよ。ないです、ないです、もう2割も引いてもらったらもうバンバン剤ですよね。あの調理人の方も、一般家庭の
奥様も、はい、できるだけ、ね、ぜひ、はい、ぜひとも笹部さんで、はい、来てください。より良いものをより安くお買い求めいただければと思います。はい、はいはい、ありがとうございました。マギ、今日は今日は笹部さん笹部さんにお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございます。